こんにちは、小学館図鑑編集部の園田です。今日は新しく出た図鑑、岩石、鉱物、化石という本を紹介させていただきます。皆さんは石を集めたことはありますか？身近にある石はどれも同じように見えますけれども、実はマグマが固まったものだったり、きれいな鉱物が入っていたり、化石が入っていたりして、とってもたくさんの種類があるんです。この図鑑ではいろいろな石を載せているのですが、この図鑑を読むと石の見方がわかるようになります。身近な石がお宝に見えてくるかもしれませんよ。この図鑑を読めば、石の中にきれいな鉱物が入っていたり、化石が入っている石があることが分かったり、そういうことがいろいろと分かってくるんです。宝石や隕石も全部石です。宝石についても隕石についても詳しく載せていますから、とっても物知りになると思いますよ。それから今ニュースで出ているレアメタルとかレアアースといった科学技術に絶対に必要なもの、これらも鉱物なんです。この図鑑を読むとそういうことが詳しくなります。化石はみんな知っていますよね。大昔に生きていた生物の証拠の石ですね。この図鑑では古い順に時代ごとに載せています。ページをめくるだけで生物の歴史が手に取るように分かるようになっています。魚の時代があったり、怖い恐竜の時代があったり、そして私たち哺乳類の時代が来た、そういうことがすぐに分かります。化石のページの特徴を説明しましょう。大昔の生き物というのは当たり前ですけれども、誰も見たことがなくて、化石から形を想像しているわけです。この図鑑ではまず化石を見てもらって、そこから生きていた頃の姿を想像してもらいたいなと思って作っているんです。だから化石が大きくて想像図は小さくしています。この化石が生きていた頃はどんな姿だったのかなと想像してもらって、その後でイラストを見てください。実はこういう作業というのは化石を研究している博士の先生はみんなそんなことをしているんですね。どうぞ皆さんも研究者の先生になったつもりで読んでみてください。それから建物の壁などに使われている石材に化石が入っていることがあります。よくマンションの入り口の内側の壁とか、デパートの中の壁とか、そういったところに使われている石材に化石が入っていることがあるのです。そういう化石を見つけられるようなページがあります。それから化石の発掘体験についても掲載しています。この図鑑はきれいな鉱物や岩石、それから貴重な化石を載せているので、見ているだけでもとても楽しいものになっています。でもそれだけではなくて、読んでいるうちに資源のこととか生物の歴史とか地球のこととか、そういったことも分かるようになっています。ぜひお近くの書店さんで手に取って見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。